ペンザンスヘリポートはコーンウォールのペンザンスから北東 1.1km に位置している。ヘリポートは専用バスでペンザンス鉄道駅の鉄道網に接続しシリー諸島への定期便を運行しています。元のヘリポートには 08-26-373m45m の,の芝生の内側に 30m30m のコンクリート製の 着陸パッドが一つありました。最初のヘリポートは2012年10月31日に閉鎖され、現在は新しいヘリポートで運用されています。ペンザンスヘリコプターがスローンヘリコプターと提携して運用するトレスコ島とセントメアリーズ島への新しいヘリコプター輸送の拠点となっている。1964年5月1日。 BEA ヘリコプターがペンザンスとシリー諸島の間でシコルスキー S-61 を使用して最初の運行サービスを開始した。ヘリポートの建設費は8万8000ポンド。1964年9月1日、ペンザンス市長のアルフレッドベッカー・レグ評議員とレディー市長によって正式にヘリポートは開設されました。2012年10月31日、 ブリティッシュインターナショナルヘリコプターズは乗客数の減少により運行にかかる高額費用のため運行を停止した。同社はヘリポートをスーパーマーケットチェーンに売却し、資金を調達するためにウェストコーンウォールの別のサイトに移転する予定であると発表しましたが、サービスを保存するのに適した代替サイトは見つかりませんでした。2013年4月上旬に使用 ターミナルビルの解体工事が始まり、2013年9月までに、旧ヘリポートは何も残っておらず、現在は、スーパーマーケットチェーンが敷地を所有している。2016年に、ペンザンスとシリー諸島の間で、セントメアリーズとトレスコの両方にサービスを提供する、新しいヘリコプターサービスの計画が発表されました。提案には、ペンザンスのジェルバートウェイに古いヘリポートの近くに、 新しいヘリポートを建設することが含まれている。計画アプリケーションは、コーンウォール評議会が計画アプリケーションに対して、これまでに受けた最高レベルのサポートを受けました。2017年2月、新しいヘリポートの計画同意は、コーンウォール評議会の戦略計画委員会によって、全会一致で最初に承認されました。この決定は、後に、司法審査で、 シリー諸島上気船会社によって異議を申し立てられました。司法審査に対する請願は1万1000以上の署名を獲得し、修正された計画申請書が提出された。修正された申請書は2018年8月にコーンウォール評議会によって2回目の全会一致の決定で計画の同意が与えられた。 新しいヘリポートは2018年から2019年に建設、2020年3月に運行が開始され、セントメアリーズ島とトレスコ島に飛んでいる。ありがとうございます。